はい、ってことで本日はですね、こちらガチャガチャの森に来ました。ありがとうございます。ってことで今回はですね、こちらガチャガチャの森で何をやっていくかと言いますと、5分間ガチャ回し放題ということで、小学生からしたらもうとんでもないもうドリーム、気になったものをとことん回してって持ち帰って開封していきたいと思います。ってことで来たー、約1万円分あります。もう回し放題でしょ。ってことで今から5分測っていきます。5分チャレンジスタート。まずはガイ行きます。ガイ行きます。もうこういうの大好き。はい、来たね。はい、200円。いいね。はい、いいね。これこんな感じだね。この虫かご風のね、ためらってる時間ないから家具行きます。家具行きます。ちょっと500円、ちょっとリッチなガチャガチャね。はい、来たね、来たね、来た来た。3個目。コインランドリー可愛いわ。ため、順調順調順調。これお母さんの秘伝カレーレシピ。これいいね。カメラ、カメラかわいい。これこういうミニチュア系、なんかちょっとちっちゃい系好きなんだね。この商売、この下、その下照明やっぱ大事。 YouTuber ならこれ大事です。はい、来ました来ました。キャンプバーナー&ストーブ、いいね、かわいいね。こういうの好きなのね。はい、はい、来ました来ました。電車の座席、令和はもう電車の座席がガチャガチャになってます。はい、OK、順調順調順調です。はい、その下その下。はい、スキー。はい、来たね。はい、スキーね。はい、はい、GTR、GTR、はい、車、車、車。男だったらやっぱ車好き。はい、来ました、来ました、来ました。はい、上手、上手、上手。ユニバの上手、まだ行ったことないんですけど。はい、はい、来ました。はい、OK。はい、はい。はい、来ました。はい。はい、ムーミン。ムーミンです。ムーミン2個目ね。ムーミン2個目。OK。ゲームコントローラー、ゲームコントローラー。はい、来ました。 OK です。集合ポストいいね。これこれ普通に部屋にさ飾っとくだけでもいいね。はい、鳴った、鳴りました、鳴った。はい、ということで最後、集合ポストを増すこと、これできたのよかった。でもポスト回せました。 OK。 はい、はい、ってことでこちら数えたら17個回すことができました。ってことで早速今からね、これ家に持ち帰って1個ずつ開封していきたいと思います。ってことで帰ります。よろしくお願いします。はい、ってことでまず1つ目はこちら。こちらはなんだ、あ、椅子ですね。ハリモク60っていうんですかねの、こちら椅子です。かわいい、かわいい、こんな感じのおしゃれなね椅子のフィギュアです。続いてはこちら。はい、こちらドイツ箱っていう蝶のね標本ですね。こんな感じで蝶の標本になってます。残念ながらこの蝶はね本物ではありません。続いてはこちら。こちらはゲームコントローラーの感触、まさにねこのボタン押せるようになってて、カチカチ押せて、このねスティックもまさにゲームセンターでこうゲームやる時のスティックとね同じ感触ですね。ストレス解消にすごい良さそうです。続いてはこちら、ジョーズのフィギュアコレクション。はい、ジョーズのヒレがあってこんな感じで、今回はこの一番のですね恐怖の始まりっていうのが当たりました。はい、こちらです。続いてはこちら、集合ポストマスコット。これかわいいね。よくねアパートとかにあるこの配達用のねポストですね、付属でミニ新聞がついてまして、それをですねまあこんな感じで入れておくと、裏マグネットになってるんで貼り付けて楽しむことも可能です。続いてはこちら。あ、こちらムーミンのギュッと抱きつきケーブルカバーってことで、 iPhone のねケーブルをここに通して、まあ、断線を防ぐ、ケースとなっております。これもまた可愛いね。はい、続いてはこちら。こちらもですねムーミンになりますね。ムーミンのフィギュアマスコット。はい、こんな感じで今回はですねこちらのハーモニカを加えたスナフキンが当たりました。続いてはこちら、ザ・キャンプバーナー&ストーブのガチャガチャです。今回はですね見覚えのある、まあ、このガス当たりました。重量感ね結構あってね、リアルですね。なんかこの中にガス入ってんじゃないかっていうぐらい精巧にリアルに作られてます。こんな感じで説明とかもしっかり書かれて、裏面もねすごいしっかり書かれてます。続いてはこちら、小笠原スキーってことで、リアルミニチュアスキー BC、まあ、スキーの板だね。ちょっとねこれね、あの穴にこうなんか入れてつなげるんですけど、穴の大きさがねちっちゃくて全然入らないので、まあ、今回はこんな感じで、はい、こんな感じのスキー板になります。続いてはこちら。はい、
指乗りカメラということでね、カメラと三脚の、セットになりますね。はい、今回はねこちらの赤三脚と赤ビデオカメラでしたね。三脚はですねこうやって伸ばしたりとか縮めたりすることができて、とてもちっちゃくて可愛らしくてね、まあ YouTuber の人はね結構ね好きそうですねこれ。はい、続いてはこちら。はい、こちら本当に使える撮影機材。はい、ってことでなんとか組み立てました。今回はねこの背景3色セットっていうのが当たりましたね。このグリーンバッグの他にね黒と白の布がついていて、まあここでねこう合成をしたりすることができるということで、これもね YouTuber の人結構好きそうですね。はい、続いてはこちらミニチュアドリンク。こちらはですね自家製干しくずのジンジャーエールということで、中にねラメとしっかりね氷もね入っていて、あとストローも入っていてね、とてもクオリティは高いですね。はい、続いてはこちら。もう見るからに虫かごだね。甲虫採集標本ということで、多分今回タナショーが出たのはねこれケンタウルスオオカブトだね。でね、なんか付属で虫眼鏡がついていて、まあ、なんか虫眼鏡でしっかりとこうなんか見れるっていう。はい、続いてはこちら。これも男の子テンション上がる。スカイライン GTR。付属のね、シールがあってね、多分自分でこう解体して、細かなね、ところにこのシールを貼り付けて、ガチャガチャとはいえ、ちょっと模型みたいなことだよね。こんな感じで飾る感じですね。はい、続いてはこちら。ミニコインランドリーマスコットです。ここね、洗濯機の扉開けることができまして、上の部分はね、ステッカーなんですけども、中の部分は本当にあの洗濯機っぽい。で、蓋もね、洗濯機特有のこのちょっと分厚い感じになって、で閉めることができると。ってことで続いてはこちら。こちらは中身がもうこれしか入ってない。はい、今回は大原家のサバの缶詰カレーのレシピ、こちらが入ってました。これね本当に印刷とかコピーじゃなくて本当のペンでねちゃんと書かれてますね。はい、ってことでいよいよラストでございます。ってことでラストはこちら、電車の座席です。早速ちょっとね組み立てていきましょうか。これさ、これ今組み立ててる途中だったんですけど、すごいです、この座席のところ電車の椅子の感触に似てる。はい、ってことでようやく組み立て完了しました。めちゃめちゃリアルじゃない。このね手すりもしっかりとついてて、ここでちゃんと揺れるので、これもまたねリアルですね。この椅子のところもふかふかでめちゃめちゃ可愛いですね。はい、ってことで今回はですね5分間、無制限でガチャガチャ回してみた結果、こちらのね17個の、ガチャガチャをね手に入れることができました。いや、やっぱ最近のガチャガチャはね、どれもね、クオリティが高くて、面白いものばかりでね、本当にやっぱりガチャガチャはね、やっぱ楽しいっすね。ということで、ぜひ皆さんもね、機会あったら、ガチャガチャぜひやってみてください。